ななみかりんと。うぎゅー。ハピラジ。ハピラジは、甘栗剥いちゃいましたを、口の中にいっぱい頬張って食べるのが夢、ななみかりんです。ハピラジは、海ぶどうを口の中にいっぱい入れて、あのブツブツを一瞬で噛み砕きたい藤井彩香です。どっちもね、贅沢品ですから。何あのタイトルコールは眠そうにってリクエストだったんですけど、はい、この番組は同じ事務所の2人組が自分たちのことを話しつつ、皆様からいただいたお便りを通じて、リスナーの皆さんにハッピーな気持ちになってもらう1回2本撮りの番組です。ノンタイアップが売りのゆるい番組です。だいたい各週更新、だいたい30分から45分、基本行き当たりばったりという名の自由な番組となっております。うん、うん、築地でうまいもの食べてきた藤井さん元気ちゅかーって書いてあるけど、食べてきた多分これ元気ってちゅかーですもうさきっとハピラジピーの親父構文が止まらないのと元気ちゅかー元気ちゅかーは知らないです私これ私もちょっと初めて聞きました ね、うん、ね、はい、まだね続くねまだ続くんだこれ、うん、食べてきたんだ、食べてきました、築地に行って。何なんか ツイートちょっと見逃しちゃったんだけど、してたんでしょ。あ、してました。本当美味しかった。美味しかったです。お昼ご飯をあの築地に食べに行って、あ、え、めちゃめちゃ、はい、いいね、贅沢な、本当お昼ご飯のためだけに行って、あらららららら、はい、海鮮丼とあと生牡蠣と、え、生牡蠣も食べたの。生牡蠣食べました。いいな、めっちゃ美味しかった。生牡蠣か、あれ当たらなかった。大丈夫でした。新鮮なんだ。じゃあ、いや、もう私は、うん、もう絶対に当たってやるもんかという強い意志を持って食べたら当たりませんでした。なんでそん なんか気持ち一つで当たらないもん気持ち一つで当たらなかったですね。マジで、それなら私も気持ちで、ね、ちょっと気合い入れて食べてみようかな。気合い入れればきっと運が寄ってくるんで、うん、多分それで大丈夫でした。はい、これの公開日が11月24日ということで、ちょっと私事なんですけれども、はい、今このラジオが流れているということは、はい、私は舞台を終えたということですね。終えた、お疲れ様で。恐ろしい。まあまあまあ、無事終えていれば。今失踪中じゃないですか私大丈夫ですかやった。じゃあもうこれ聞いてる時は、うん、もうお疲れ様がもう終わってて、そうだね、もう現段階ではこの、はい、あの朗読のそのセリフの中でさ、はい、パン粉のようなっていうその表現があるんだけど、うんうんうん、もうそれがもう言い心地が良すぎて、パン粉全部パン粉になっちゃうの今誰かが何々のようなとか何々のみたいな、全部パン粉になっちゃうの今そういう壁にぶち当たってるんですけれども、じゃあ今日の収録中に何回パン粉のようなが出てくるかそれは大丈夫なんで、もしあの舞台上でパン粉パン粉言ってね、はい、パニックになってね、そのまま失踪してたら、ぜひ私のことを探さないでくださいパン粉、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 パン粉のような、確かに言いやすい、うん、パン粉のようなっていいんだよね。はい、うん、そしてもあやも、はい、降臨ソウル、頑張ってね。ありがとうございます、頑張ります、うん、舞台は、舞台は、24日だから、多分、昨日初日を迎えた、うん、あらはず。何かメッセージはありますか。頑張れ、藤井あと10日ぐらいか、うん、怪我なく頑張れよ。そしてみんな、これ聞いてくれてるってことは、うん、まだあとね、公演期間がだいぶあると思いますので。そうだね、はい、見に来てくださいね。ね、そうだね、はい、はい台本にさ、なんかハピラジ P がさ、はい、ちょいちょい自分の個人情報をさ、はい、なんかちらつかせてくんだけど、卵焼きは甘いより塩気のある方が大好きな今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか何を言ってる。どっちが好きですか。私甘いの。正直甘いの。私それこそ、家がしょっぱい、うん、甘くない普通の卵焼きだったんで、はい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 、あの甘い卵焼きにあんまり出会ったことが。そうなんだ。そうなんです。ハピラジ P 側ということで大丈夫ですか。なくてやっぱ大人になるにつれいろんな卵焼きを食べてって、うん、甘い卵焼きって美味しいんだってなるようになりました。あ、中立に行きました ね今完全に中立でございます。私はね、これを読んで台本を読んでね、あ、はい、分かり合えないなと思いました。パピラジピーとは食の好みってすごい大事ですからね。さらにね、こう対立していくかなと今後やばいやばいやばい、常にバチバチさせてるからな。はいそんな感じです。はい、次のコーナーです。はい、ななみかりんと藤井彩香のハピラジ。
あ、忘れてた、うん、グミ。そうだ、グミグミグミ専門番組ですからね、こちら。はい、お願いします。今回のグミは、うん、愛しのプリグミちゃん、うん、桃味、うん、このプリってどういうプリだと思います？うん、なんだろう、わかんないけど、どうだろう、ハピラジピーのことだから、なんかプリケツのプリとか。大正解。もうあの絵が、あのなんだろう、人みたいなのが描かれてるんですけど、もうお尻が見えるようにバック側の絵なんですよ、もう完全に。はい、そして桃味、あらー、そしてナイス弾力、あらー、18金グミを買ってきたんですね。よくない？裏面には触りたくなっちゃうグミらしいでございます。直接的な表現をしなければいいってもんじゃないぞ。星がついてたらラッキーらしいですよ。星ね、はい。皆さん、私あの放送収録外で、私その星は本物なんじゃないかっていうことを話してドン引きされましたが、アスタリスクじゃありませんからね、はい、食べましょうか。はい、ありがとう。はい、今出しました。すごい、めっちゃ桃の香りします。ほんとだ、なんかさ、本物の桃に似てない匂いですね。生桃に似てる、ジューシーさが、ね、ほんとにすごいリアル桃じゃん。めっちゃもちもち、めっちゃ気持ちいい。ちなみに星はついてなかった。私もついてなかったですね。星はね、いただきまーす。うん、め、弾力すごい、すべすべで、まちまちで、やばい、めっちゃすべ肌、なんか赤ちゃんのお尻みたい、うん、赤ちゃんのお尻みたい、おいしい。でもこんなに桃っぽいってすごいね。すごいですね、うん、作り物の桃じゃなくて、大体桃味ってなんかお菓子の桃味になりますもんね。うま、んうん、おいしい、うん、これはいい。ごめんなさい、なんか怪しいグミとか言っちゃって、普通に美味しいグミでした。ぜひ皆さんもプリグミちゃん、愛しのプリグミちゃん、桃味。もうグミの宣伝番組だ、本当に。あの、お待ちしてます、あのスポンサーの。ユーハミ格闘さんとか。大手と。なんてこった。うん、はい、では次のコーナーです。ななみかりんと藤井彩香のハピラジ。フリートーク。はい、ここからはフリートークです。雑談とお便りを中心にお届けします。フリートークと言いながら、ハピラジのプロデューサーから指令が届いておりますので読みます。それでは読みます。はい。どうも、10回の放送が終わり、ふんわり時を過ごしていたら、次回がなんと20回放送ではないですか。かかー、まあ何かやるとかやらんとかは隣に置いといて、隣に置いといて、20といえば成人式ということで、2人の成人式の時の思い出と20年後の野望について語ってみてくれたまへ。みんな選挙には行くんだぞ。もう脈絡がなきゃ、もう、まあ、いやでももう20回はそう、本当におめでたいですね。おめでたい。でも 今って18歳なんでしょ、成人。今は成人が18歳、うん、ね、私たち、いやいや、私たちの時じゃないよ。待ってください、ハピラジピーさん、私たち生年月日は、姓は公表してないんで、どうして成人してるなんて言い切れるんですか。確かに、そうですよ。13歳かもしれないでしょ。そうですよ、まだ 10歳に満たないかもしれないのに、何を決めつけてくれて、天才子役6歳かもしれないのに。何をね、まずそこからですよね。ですよ、まあ私はお酒のエピソードをしている時点でダメなんですけど、これ20歳じゃなかったら。当たり前に成人しているんですけれども。何かある？あの成人式の思い出。なんか思い出とはちょっとまた別なんですけど、うん、千葉なんで、ああすごい言われるんですよ。ディズニーで成人式したのって、ね、うん、あれは浦安市だけだよと思って。もうほんと毎回言われますね。全然違うんですよ。あ、そうなんだ。あれは浦安の人だけなんで、ディズニーでやるのは。どういうところでやったの、千葉の。普通のあの会館っていうんですね。でも行ったんだ、成人式ちゃんと。行きました行きました。私全く行ってないんだよね。その後の飲み会とか、うん、飲み会も行くんだ。飲み会もあるの、あれ。なんか成人式、 むしろ成人式の思い出はもう何やったかすら覚えてないです。へー、あ、もう酔っ払って。成人式はまだお酒飲んでないんです。あ、そういうことか。なんか、はいはい、なんか多分やったんでしょうね、出し物なのか、うん、そういう感じなんだ。なんかその偉い人の話みたいなのが多分あったと思うんですけど、ちょっとその記憶は全くなくって、うん、で、まあ、みんなでその振り袖とか着てるから写真撮ろうって写真撮って、うん、で一回解散して、で着替えて、うん、で、多分その同窓会、うん、みたいなのがあったから、あの、ドレスとかワンピースとかに着替えて行って、うん、
でその後なんか部活とかの飲み会とかいろいろはしごしたりみたいな。えでした。待って、多分普通のよくあるやつだと思う。え、待って、これちょっと聞きたいんですけど、スタッフさんにもね、あの成人式ってそんな当たり前に出るものなんですか？あ、なんかまだ出てます？なんか、待って、私そんな、待って、アーヤンキーな説ある？ないです、ないです、全然ない。普通、めちゃめちゃ普通です。ほんと、普通出るの？待って、私マジで興味なかったんだけど。え、全然それはどっちでもない。私がヤンキーかどうかはノーですけど、出る出ないは全然自由だと思うんで。そうなの、でもみんな出てるんだ、はい、そういうことしてるんだ。じゃあ私の周りの友達とかみんなそういうことしてるんだ。してる方はしてると思います。まあそんななんか20歳に意味あると思ってなくて私そんな行くっていう選択肢がなかったんだよね。大体の子は振り袖を着れるからだと思います、うん、そうなんだ。20歳ということに意味は正直持ってない。あ、そうかそうか、振り袖を着たい。だから私もう固くなに嫌がったんだけど、母親がもうお願いだから写真だけ撮ってって言われて。あ、まあ、多分お母さんとかお父さんとかはその20歳に意味を持ってるかもしれないですね。そういうことね。いやいや撮ったっていう記憶しかなかった。写真は撮ったんです、うん、撮った。もう本当に嫌だったなんでよって思ったけど、確かにね、そうだね。親からしたら、当事者からしたらもう20は関係ないねぐらいだと思います。そうだね、多分ね、無関心なんで。だから本当私この先還暦とかさ、古希とかも一切興味ないと思う。なんか興味持てないんだよね。おかえちゃんちゃん子も、その節目節目に興味が持てない人間。生きてたら何でもいいんですよ、健康であれば。そうだよね、はい、そうだよね、そんな気がします。しかと20年後の野望について。20年後ってね、生きてるかどうかもわかんないもんね。じゃあ世界征服とか言っときますか。どこぞの軍曹じゃないんだから。世界征服目指しましょう。そうだね、世界征服します。はい、ということで普通歌いきましょう。はい、七瀬めいさん、ありがとうございます。かりん様、アーヤン、ハピラジは。ハピラジは。このメールを書いている頃は10月も末で、季節のイベントとしてはハロウィンが最も近いです。うん、私にとってのハロウィンは認識した歴史が浅く、これまでの人生では特に馴染みのないものでしたが、今となっては10月29日にアーヤンのご出演された君に送る朗読会などのリアルイベント参加や、ゲーム内イベント、コンビニスイーツなどで身近に感じられるほどになったのかなと思います、うん、お二人はハロウィンに関して何か思い出などありますでしょうか、とのことですけれども。ある？ハロウィン私結構好きなんで。あ、雰囲気が、それともなんかイベントが？イベントも好きだし、うん、なんかそのもうあのイラストとかっていうんですかね、うん、その、まあ、雰囲気とか、うん、いいよね、怪しくてね、アイカボチャーとかは、うんうん、すごい大好きで。そうだね、なんか高校生の時に同級生がお菓子作りがすっごい上手な子がいたんですよ、うん、もうあの卒業して、うん、そっちの道に進むぐらいの本当にすごい子で、はいはいはい、うん、で、仲いいグループとかが6、8人とかかな、あって、でも友達の家に行ってお菓子いっぱい買って、うん、でその子もお菓子をタルトとかすごいいっぱい作ってくれて、でもハロウィンパーティーイエーみたいな。なんかやっぱね、ちょいなんかあれなんだ、いわゆる陽キャラなんだよなって。多分私は陰キャですよ。違います、違います。私は陰キャですよ。本当にそれ袋叩きに合うよ。私ね、あのハロウィン、私そんなやっぱうわーっていうことしないから、うん、本当になんだろう、私は雰囲気好きだけど、やっぱその、はい、なんか遊んだりとかあんま好きじゃないからね、うんうんうん、あのお母さんとディズニーランドにアフターシックスでハロウィンの日に行って、はい、ご飯食べて帰るっていうのが結構10代の頃のね、毎年だったね。いいですね、ディズニーのハロウィン、めっちゃ可愛いですからね。そう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 、物に乗んなくてもいいんだけど、うんうんうん、ただ雰囲気楽しみに行ったりするっていうのが、うんうんうん、多分5、6年は行ってたかな、毎年お母さんと。すごい、5、6年も、うん、高校生の頃だったかな。確かにテーマパーク系のハロウィンはそれこそ東のディズニーと西のユニバって、うん、そうだね、ユニバのね、行ってみたいんだよね。ユニバなんか私前1回だけハロウィンの時に行ったんですよ。いいな、どうだった？めっちゃ楽しかったです。あのゾンビが徘徊してるんですけど、うん、もうその辺とちょっと戯れるのが楽しくて楽しくて。そう、結構ガチなんでしょ、あのユニバーの方は。ガチです。そうなんだ。私なんかハロウィンナイトみたいな感じで、うん、今なんかあの踊ったりとか、うん、そうだね、確かに確かに。私それ目標にしようかな、ユニバーの、あ、ユニバーじゃない、ユニバーのハロウィンに行くっていうのを。ちょっと今後の来年、もう今年は、うん、今年も終わっちゃってるのかな。そっちじゃない、あの来年早いな。あ、まだ早かった。
5年以内か20年以内に参加あれたじゃ20年後の野望、野望は私はユニバのハロウィンに参加するからインドアなんでそうします。はい、はい、では続いて、うん、生理食塩水さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アイアンカリン様、ハピラチワ、ハピラチワ、ハピラチワ。2023年の新語、うん、流行語大賞が発表されましたね、うん、とても流行したとは思えないような言葉も選ばれるでおなじみなのがこの大賞です。確かに。お二人の中で2023年に流行った言葉は何ですか、うん、知ったきっかけと合わせて聞いてみたいです、うん、ということで、ね、一覧も、ね、用意してくださったんです。確かに半分以上はなんじゃこりゃっていうありますね。ね、あったよね。蛙化現象、確かにね、流行ったね。なんかでも昔から言葉としてはあったじゃないですか、うん、なんでなんかあったっけ。あ、多分あったと思います。絵本のやつじゃなくて普通に、だからそのあれでしょ、絵本から来てるんですよね、蛙化現象。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかね、ふとした拍子に嫌いになっちゃうってやつですよね。そうそうそう、王子様がカエルに見えちゃうみたいなことだよね。いや、理解できるこれ。半々かな。半々、へえ。経験はしたことある、蛙化現象。蛙化現象っていうものなのかがよくわからないですけど、うん、あれって何なんですかね。わからない。でも小学生の時とかね、ちゃんと理解はしてないんですよね、うん、きっと。小学生の時とか確かになんかあったかもしれない。あのすごい好きだった男子がさ、はい、先生に怒られたらちょっと嫌いになっちゃうみたいな。あ、なんかダサーみたいな。ちょっとかっこ悪いとこ見ると、あーみたいな。そうそうそう、多分そういうことだと思うんだけどね。ね、大人になってからはね、ないよね。いっぱいある。あとさ、そう、 X ね、 X になったもんね。だ、それこそ、うん、今年私の中で流行った言葉って、うん、パッて言われた時に X かなと思ったんですよ。あ、ほんと流行ったとかなんだ。あの、あ、入ってると思って。すごい時代に乗ってるね、波にね。めっちゃこの番組でも言ってますからね。そうかそうか、そうだね。 X ポストとか ね、 ね、だんだんね。 今 P が焦った。今回の台本まだツイートになってるかな。ちょっと最後楽しみにしておきましょう。そう、これは X 警察がいますからね、はい、私ね、あの流行った言葉っていうか、最近めちゃめちゃ、はい、なんか友達の間とかで使ってるなんかこの言葉遊びみたいのがあって、はい、なんか何かさ、こう相手がミスしたりとかして、うんうん、あ、なんか本当にごめん、悪かったな、悪かったよとか言った時にね、え、いいよいいよじゃなくて、なんかそうだよなっていうのがそのなんかそうだよなっていうのがなんかすごい流行ってて、え、なんかじゃあ一回謝ってみますね、うん、あ、すいません、なんかちょっとお渡しする予定だった書類今日持ってくるの忘れちゃって本当ごめんなさい。そうだよな。怒られた私。そうだよなっていう、こうなんかちょっとこっちも謝ってる方も一歩引いてるのにしっかり乗ってくるみたいな、このなんかやり取りがめっちゃ流行ってて、すごいね、雰囲気も悪くならないしいいんだよね。なんかじゃあちょっと今度やってみます。そう、言って、謝れたらそうだよな、そうだ、ちょっとあのコミカルに言うのがいいんだよ。真剣に言ったらガチで言ったら、あ、そうだ、あ、怖っ。そうだよなってそうです、すいません、大事大事、ね、そうそうそう、はい、ね、はい、続いてまいりましょう。会話小説さん、ありがとうございます。カリンコ、アイアン、ハピラジワ、ハピラジワ、ハピラジ投稿フォームのスタッフさんからの長文は採用されにくいが私のことかなと思ったので今回は短めいや、そんなことないんですよらしいです。あの、みんな、あの他のね、番組でも長文がね、あの送ってくださることが、私たちの番組だけじゃないらしいですね。そう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 、書いてあるのが、そう、もう本当に助かってますので、会話小説さんには。みんなからの愛が、ね、違いますからね。ありがとう、はい、いつもありがとうございます、お気遣い。ね、私の職場はあれやそれなどの指示代名詞が多い人がやたらいます。それが原因でよく失敗しちゃいます。例題あげるとキリがないので、お二人の失敗エピソードを教えてください。はい、どのことです。あれってあれですからね。あの流行語大賞の候補にもあるあれ。あれ、ちょうどね、私知らなかったけどさ、なんだったっけこれ。あの阪神が、うん、その優勝を意識しちゃわないように、うん、優勝って言葉をあれに変えて、うん、あれ頼みますよっていうことのあれってこと。あ、そういうことじゃあなんか街中にあれって書いてあるらしいですよ。なるほど。あ、じゃあしっかりこう日本は今指示代名詞が流行語になってるっていうことか。会話小説さんの職場割と時代の先端を行ってるのかもしれない、ね、言ってるかもしれない。ね、ちょっと時代は
ね、よくね言うけどね、あれとかそれとか言わないのとか言うけど、はい、今はちょっとそれでいいのかもしれない。あれで通じ合えるぐらいの絆の方がいいんですよ、やっぱ。 それぐらいのちょっと絆がないと、うん、ちょっと時代は変わってるかもしれない、本当に。ついでに、何ですか、クワガタガタクロウさん、あら、ありがとうございます。こんにちは。いつも長文、いつも超長文のメッセージを大変失礼いたしました。はい確かに私が過去何度か投稿している文字数をその場で読めとなると、番組の尺を考えるとあれでしたねこの場合は濁すあれですね。だから便利な言葉なんですよそう、本当にね、あれとかこれとか、はい、うん、ね、やっぱあれこれはいっぱい使っていきましょう。うん、ね、そうそう、あれこれ、それどれ、実際さ、そのなんかね、あの成立しちゃうしね、あれあれ、違う違う、それそれそれみたいな。そうなんですよ、そうそうそれそれそれみたいなね。あれ取って、基本的に醤油取ってきますからね。そう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 、お母さんはね、大体醤油取ってくれるから、はい、うん、あります、失敗エピソード。え、あれとこれで、あれとこれじゃなくて、なんでもいいの、なんでもなんでもなんでもいいの、そんないつも失敗してるわやめてくださいよ、そんな、そ、なんかある、恥の多い人生でしたみたいな、そういう感じの、そんな私にそういう感じの突出した失敗があると思わないでまあ代表的なのはエレベーターだったりしましたからね。そうね、あれ失敗だとは思ってないけどねなんか ね、 もうね、あれやそれでね、そう、失敗はしてますよ、いつも。でも、あの、言葉で失敗っていうと、私この間、知ってる方は多いと思うんですけど、ウィルキンソンのジンジャーエールが大好きなんですよね、私が。で、飲んでて、で、その日はソフトドリンクだけだったので、ジンジャーエールってこう書いてある、でも私毎回ジンジャーエールって書いてあると絶対にどこのメーカーか聞きたいんですよ。そうなんだ。ウィルキンソンじゃなかったら別のジンジャーエールにしようっていう感じなんで、なんで、はいはいはい、あ、聞こうと思ったんですけど、私が言葉足らずすぎて、あの、ジンジャーエールって何ですかって聞いちゃってうわそしたら店員さんも、あの、ジンジャーエール、ジンジャーエールご存知でないごめんなさいみたいな、一緒にいた人に、あれだ、メーカーとかだよねみたいな感じで言ってもらってそう、あの、どこのジンジャーエールですかみたいなって思って、 あまりにも日本語足りなかったと思って。あ、そうだねすごい、とんだね、あの、世間知らずのお嬢さんみたいな、お嬢様みたいになっちゃって初めて知りましたって。そう、ジンジャーエールって何ですかみたいな。いいね、本当に。私はもうちゃんと日本語を喋ろうと思いました。そうだね、今それ考えると確かにね、あれとかそれとか言ってないでね。そうです、ちゃんとね、名称、名称、名称言いましょう。あ、数分前と言ってることが魅力だな。もうすごい、もう二点三点して申し訳ないですけど本当にありがとうございます。はい、なんかクワガタガタガタさん、クワガタガタクロウさん、あ、ごめんなさい、ガタガタ、クワガタガタガタさん、クワガタガタクロウさん、ごめんなさい、クワガタガタクロウさん、はい、何か質問あるでしょ、みたい。 その後に続いて、あの、あれの後に続いてた、あれの後にね、はい、あれが、あ、まあ、もうやっぱあれって便利だから出ちゃうんですよ。そうだね、あれ、あれの後に続いてた、あれはお二人がもし CM ナレーションするとして、こんな製品の CM ナレーションしたいとかありますか、っていう質問ね。はい、あります、あれ、あれやりたいな、激しく歌ってるけど、なんとかなんとか楽天ポイントみたいなナレーションとは言わないのか、なんとかキュートでワンダフルだけ楽天ポイントみたいな、なんかあれですね、あの、商品っていうよりは、テンション高い歌を歌う CM みたいな感じ、耳に残るやつやってみたい、なんかある、あーやん、私は、美味しい、ご飯とか、美味しい食べ物の CM をやって、その商品をもらいたいのもらえるのあれってナレーターってわかんないもらえないあまりにも CM ナレーションしたことがすぎて私の中ではその商品をやったらもらえるっていう、素人みたいな感覚いいねこのプリップリのエビチリがみたいなやつ、このプリップリのプリグミがあ、なんか言ってますよ、パピラジピーが、愛しのプリグミちゃん、桃味、今のがみんなこのプリグミ、プリグミちゃん、桃味触ってみてねいかがですか、プリグミちゃんの会社の方どうでしたか怒られる、怒られる、春日井聖華さん本当にすいません、なんかはい、そして続いて、はい、松山さんからいただきました、かりん様、あいやん、ハピラジュ、ハピラジュ、あいやん、君に送る朗読会ハロウィン特別編、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございます。
今年のハロウィン会もご出演、うん、かつ過去最多出演者さんの座組、うん、大変楽しかったです、うんうん、トークパートの中で今年残り2ヶ月でやりたいこととして美味しい海鮮を食べに行くと、うん、おっしゃられていた記憶ですが、アーヤの X を拝見したところ、うん、後日有言実行されていたのを確認しました、うん、ハピラジ的には残り2ヶ月弱でこれをやりきるという目標はありますでしょうか。あですってね、さっきも、ね、話題に上がった。配信されてる頃にはもう残り約1ヶ月になってますからね。そうかそうかそうか、いいね、すごい偉いね、有言実行して。本当はあの、うん、青森の方とかちょっと上に行きたかったんですけど、うん、ちょっとどうしても日帰りじゃなきゃダメってなって、ね、うん、あ、朝5時に起きたらいけるんだけどちょっと難しいなってなって、じゃあ日帰りできる築地に行こうみたいになりました。やだ、アクティブだね、人生満喫してる。しかも食べに行こうって思ったのが前日の夜中の2時3時。なんかすごいね、うん、だからさすがに5時だったら、いやあと2時間後かってなって、うんうん、まあ起きられずだったんですけど。そっか、結構思い立ってでパッて行っちゃうタイプですね。いいね、うん、本当に真逆私と。あります、目標はね、これをハピラジ的には。だってハピラジ的には個人じゃない、ハピラジ的に。なんか焼肉、焼肉焼肉ね焼肉焼肉配信焼肉配信、焼肉食べたい2ヶ月で焼肉配信、ね、言えば叶うかもしれないから言っときましょう、ね、とりあえず生配信とかね。はい、焼肉配信したいです、ね、したいです。これをじゃあ目標に頑張りましょう、ね、はい、続いてのお便り。あ、そうだ、そういえばさ前回、はい、スマホがあっちちん、あっちちんじゃない、スマホがあっちちんになりましたね。あっちちんになった時に、はい、冷蔵庫に入れて冷やすってね発言があったと思うけど、はい、松山さんがね教えてくれました、はい、NG です。ダメだったんだ。絶対ダメだよ皆さんみんなやっちゃダメだよ。そう、急な温度変化でスマホ内部に結露が発生するんだって。やばいね、要は水没のような状態であり故障の原因になります。はい、特に最近のスマホは防水性能が高く、それが災いして水分が外に出ていきにくいので、というか、そうなんだ。いや、教えていただきました、ありがとう。高温アラートが出た場合は、風通しのいい場所で休ませてあげてくださいと。あ、じゃあなんか人間と一緒ですね、扇風機とか当てて、うん、ね、あ、水没しちゃうんだ。水没した時は私よくYouTube で水没した時音って言ってなんか振動させる音があるんですよ。あ、そうなの大丈夫、それまた訂正入んないそれはいけませんそれでめっちゃ携帯振動させて、あの水分外に出すっていう。へえ、そんなのがあるんだ。大丈夫な情報それ多分、あ、間違ってたらまた教えてくださいまた、ね、松山さんありがとうございます本当にこうやってね日々成長していけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。いや、バッテリーの消耗早いよな本当に。本当にね。さあ、そしてそして、うん、コロハチさんからいただきました。 ありがとうございますお長いですわあの、頑張って声優力を試します。わかった。あの、ちなみに A4 にびっちりな感じですね。ありがとうございます、ね、お長い文章ありがとうございます。本当に、本当にでも初めましてあので送ってくれて、うん、ちょっとあの頑張って、そうだね、添削も考えて、ちょっと削るとかも話したんですけど、うん、いや、やっぱ全部読みたいってなったので、ね、せっかくね、言ってくれたから、じゃあもうちょっと早口気味で2人でね、はい、途中からバトンタッチって言って。ナナミさん、藤井さん、はじめまして、こんにちは。ハピラジは、うん、はですかね、はですかね、読めればどっちでも大丈夫ですかね、うん、すみません、挨拶聞くのは何度も聞いてるけれど書くのが初めてなので、うん、改めて表記を考えるとよくわからなくなってきて若干テンパり気味です。ごめんなさい。いいんですよ、先に謝っておきます。第16回聞きました。今回も楽しませていただきました。ありがとうございます、うん、ミールが飲みたい藤井さんはぜひとも飲んで笑顔でいてください。頑張ります、飲みますどのタイミングなら許容される期間なのかわからないので飲むタイミングはお任せするしかないですが、うん、この後飲みます、うん、お宣言が入りましたビール宣言ななみさんがお話しされていた、うん、子供の頃に優勝したカッパの仮装で思い出したのですが、私も子供の頃に周りの大人のセンスのせいでちょっと独特な仮装をした、かっこさせられたことがあります、うん、それは納豆の仮装です。うわー、シュール。白い長袖長ズボンを着て、その上にさらに白い目が粗めな
網のようなものを羽織りそこに茶色い丸い色紙で作った豆がたくさん貼ってあり、豆一つ一つに違う顔が書いてあります。かわいい、何それ、すごいシュールだね。首には緑と黄緑の折り紙で作った細切れネギを用意した首飾りをして、すごい、逆にすごい、おでこに黄色い色紙で作ったからしの袋をつけています。そしてなぜか満面の笑みで、おそらく当時の私的には大満足だったのでしょうか。かっこ袋の印字代わりとして、うん、めっちゃくちゃたくさんからしからしからしって手書きで書いてあります。タッチあ、タッチ、はい、藁に包まれた風情のあるタイプの納豆の仮装なら、まあまだ妖怪とかにありそうな雰囲気になったかもしれないのに、そうではなくてスーパーとかに売っている白い発泡スチロールに入った納豆だということを、おでこにつけた黄色いからしと白い長袖長ズボンが確定させてしまっているんです。面白いね。この仮装した時のことを自分では覚えていないので、後で写真を見てびっくり&友達に話しても笑って生温かい目をされるだけで、人によっては昔からそんな感じだったんだねとか言われる始末で、わかるそれ、私がやりたいって言ったわけじゃないのに、過去多分泣き。見た目のインパクトは全身タイツのカッパにはかなわないですが、独特なモチーフの仮装の経験談を人が喋ってるのを聞けて嬉しかったです。私も嬉しかったです。プチハッピーを届けてくださってありがとうございます。このままだとナナミさんの中で私の印象が初めましてからダイレクトに納豆の人になってしまうのだと思ったので、少しだけ通信をヘブンバーンズレッドですねを楽しませていただいています。 31D のミサトさん、うちの打属性戦力の主力です。ミサトさんの DP の残量が生命線なんです、うん、いつもお世話になってます、ありがとうございます。天元取ったりと甘いものを目にした時のギャップが面白く可愛くて、いつもほっくりしてしまいます。過去全てが本心ですが、これだけミサトさんへの感謝を述べれば納豆の人は免れますか。うーん、微妙だな。あれあれあれ、まだ納豆が強いな。藤井さん、ななみさん、お二人とも収録を楽しんでいるのがすごくと伝わってきて、私も幸せです。次回も楽しみにしてますね。近頃急に寒くなってきましたし、どうかお体にはお気をつけください。ありがとうございます。たくさんの文章ありがとうございます。いやね、二人でフーじゃないよ。ちょっと一仕事終えたね。いやね、そうなんだよね、親のねセンスでね、はい、シュールな親だと、はい、シュールな格好をさせられてしまう。なるほど、ちょっとシンパシー感じる。そうだね。でもやっぱコロハチさんはさ、やっぱ嬉しそうな顔して映ってたみたいだけど、はい、私は真顔だったから多分嫌だったんだと。納豆の仮装は可愛すぎるし、いや、なんかその発想になるって、うん、普通に考えたらなかなかなんないじゃないですか。そうだね。だからちょっと羨ましいなと思いますもん。そう、え、うん、なんかお母さん大丈夫な発想の人？多分納豆はやんなかったんで。なんかお姫様とかなんかそういう系だった。なんか親が用意した仮装をしたことがない。あ、自分で選ばせてくれたってこと？なんかそういうもう仮装大会とかには全然出たことが。はい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 、そうだね。なんか英語教室の仮装とかは、うん、もうなんか自分で、ね、うん、じゃあなんかここにポリ袋とかがあるから、それでなんか飾り付けしてやろうみたいな感じだったので、うん、そうかそうか、確かに小さい頃にね仮装してるのって結構限られたなんか環境のね、うん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 、中にいる人たちだけか、はい、確かにね。いや本当にありがとうございます、うん、ありがとうございました。もうね、みんなからねいっぱいお便りをもらえることが我々のもう生命線でございますんで。そうなんですよ、それがそう生命線ですからね。え、なに今の今のそんなに。いい言葉だなと思って。本当にお便りなくなったら我々30分間フリートークなんで。はい、そうなんです。本当にありがとうございました。以上フリートークのコーナーでした。ちゃんこちゃんと、やめた。はい、このコーナーはやっぱりやめた方がいいよねとか、やめたいなどのだるだるな気持ちのお便りに対して、私たちがしっかり受け止め、引き締め、たしなめて、優しく叱っていくコーナーです。というわけで、否定しすぎない振る舞い選手権北半球代表のななみ藤井にこんなお便りが届いております。なんか睡眠導入番組みたいになっちゃってる。やめて、エンジン入れて。いや、なんかでもいい感じのお便りですよ。それに続くには。はい、なんだと、リュウツンさん、ありがとうございます。はい、お二人ともこんにちは。こんにちは。これはまずいと思ったことがあるのでアドバイスをいただきたくメールしました。はい、それは睡眠時間が短すぎるのではということです。うん、タイムリーですね。確かに通勤の場合で、ね、
普段は4時起きなのですが、寝る時間は日付をまたいで深夜1時か2時だったりする時もあります、うん、しかも布団を敷かず床でダイレクト就寝が基本です。さすがにそろそろ体調を崩しそうな気がするので、お叱りの言葉をもらい気を引き締めたいと思うので対戦よろしくお願いします。それでは、あ、受けて立つぞ、受けて立つぞ、死ぬぞ死ぬ、やめて。4時起きでしょ、うん、で1時2時ってことは3時間とか2時間とかよ、最悪2時間睡眠、うん、ダメ。なんで今元気なの？え、これなんかわかるんです。1日だけそうなっちゃうとかまだわかるんですよ、うんうんうん、そのまま、あ、もうどうしても今日は本当に寝れなくって、うん、もう2時間睡眠だった、じゃあ次の日はいっぱい寝ようとかだったらわかるんですけど、そうだね、これずっと続けてたら本当に体壊しちゃうよ。本当にダメで、しかもこれで栄養ドリンクとか、うん、その飲んでたらさらになんか良くないみたいな、そう言いますからね。なんで4時起きなの？なんか理由があってね、多分お引越しできないとかなのかな、近くとかに、はい、ね、いろんな事情があると思うけれども、うんうん、健康第一にせや、本当に早く寝れる工夫をちょっとしてみるとか、多分起きる時間をもう変えられないのであれば、もう早く寝るしか方法がないから、うん、いや、そうだね、うん、ちょっと夜ゲームしたいのをちょっと抑えてとか。そうだね、確かに、うん、何時にね、お仕事終わってるか、まあ確かに、ね、お仕事でね、1時2時かもしれないから、とりあえずさ、その床で寝るのやめません？床に、だから常に布団を敷いてればいいんですよ、ね、そうだね、あの超回復のなんかあるじゃん、なんかなんとかスリーパーみたいな、なんかスーパースリーパーみたいな、体にいい、そう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 、ちょっと寝心地のいいやつですよね。そうそうそう、それし、なんか敷きましょう、やっぱ確かに、なんかあの寝具とかに気を使ってみて、うん、そう、ちょっとでも疲れを取れるようにして、うん、あとおすすめなのが寝る前に栄養ドリンクを飲むとめっちゃいいです、うん、え、栄養ドリンク？栄養ドリンク、瓶のやつ、あれ飲むと次の日に疲れが回復してるんですよ。本当に？私よく稽古期間中とかやるんですけど。へー、気になる方はあのノンカフェインとかにしたら、あ、なるほどね。私もガンガンカフェインあり飲んじゃうんですけどおかしいよなこの線だってさ、さっきさそういうこんな睡眠時間短くてなんかエナジードリンク飲んで体に悪いみたいなこと言ってなかったっけ？おかしいぞ。では言います。なんだ？あのレッドブルとかそういうのはちょっと控えた方がいいんじゃないかな。何が違うんだ。サプリメントとかはね、寝る前に飲むとか分かるけど、要はあのこれ今もう手元にあるんですけど、うん、あれ炭酸飲料、はいはいはい、あ、なるほどね、そこがね、要はその ま炭酸飲料みたいなものなんです、うんうん、清涼飲料水じゃなくてちゃんと医薬部外品的な、なんかそういうドラッグストアにね、元気になる成分が入ってるやつの方がいいんじゃないかなって。確かに、あのこれ、ね、何の根拠もございませんので藤井の体感でございます、ね、これは一般的になんか全部一緒くたになってるはずだから、ね、そこが違いますよってことは明言しておきましょうか、はい、へー、あくまで個人の意見です寝具を良くして、ね、あの栄養ドリンク飲んで寝てください、うん、ね、でもね、あんま無理しないで本当に、うん、私もね床で寝るの好きだったけどやっぱりガタきます。あー、やっぱり私一時期ベッドあるんですけど、うん、布団を敷いて寝てました、床で。あ、床で、ね、やっぱちょうどいい硬さがね、もうダイレクトに、うん、あの仕事をして、うん、そのまま布団を敷いた上で仕事をしてたらそのままパタンって倒れて寝れるんで、あー、そうかとかをやってました、うん、やめましょう、もう本当に気をつけてください本当に健康第一ですよ、本当ですよ、はい、やめなさい、やめるんだよはい次行きましょう。前髪にグミさん、ありがとうございます。ございます。使わないのにスケジュール帳を買ってしまいます、うん、だってかっこいいじゃないですか、うん、本当に外せない予定が入っていたらスマホのスケジュールに入力するからアナログなスケジュール帳は使わないんですよね、うん、でもかっこいいじゃないですか結局1ヶ月分の予定ちょっと書き込んでそれ以降は全然使わないんです。しかしかっこいいじゃないですかどうすればいいですかね。使えばいいと思うよ笑えばいいと思うよみたいなねなんで、いや叱らないと、なんでこう使わないのに買うんだだってかっこいいんだもんめちゃめちゃわかります。私ももう完全に今はあのデジタルに移行してるんで、うん、その紙のアナログなスケジュール帳は買ってないんですけど、うん、でも憧れってやっぱありますよね。昔はすごい憧れてたし、まあね、かっこいいスケジュール、うん、革のなんか革のあれだったらいいの？革の感じだったらかっこいいやつ持ってて、うん、なんか仕事のスケジュールとか聞かれた時にあ、ちょっと待ってくださいね、この日はみたいなやってる大人かっこいいなって思ってました。
じゃあスマホを手帳風のケースに入れちゃえそれで解決です。いろいろあるから今手帳風な手帳型のありますからね。そう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 、すっごいめっちゃ解決しなかった今解決しました、前髪にグミさん、手帳型のスマホケースを買ってください。ちょっとシックなね、はい、はい、お願いします次、直木オブ直木さん、ありがとうございます。直木の中の直木、はい、かりんちゃん、あーやん、はびらじは、私の叱っていただきたいことは、休みの日に、休みだから夜も時間あるし、家で夕飯作ろうと思い食材は買うのですが、いざ夜になると作るのが面倒になってしまい、お弁当などすぐに食べられるものを買ってしまいます。わかる作るまで行く時もあるのですが、最後食器洗うのが面倒ってこともあります。これはあかんと思うので、できればコラー以外で叱ってください。コラー、うん、コラー多くを求めるな。わかる、私もめっちゃわかる。夜ご飯で買った野菜、うん、結局作らずに、もう今日朝起きて、あー作ってないっつって炒め物してきました。そうだよね、ちゃんと作ったんだ、炒め物したんだ。さありました、偉いね。それ以外家に食材がなくても作るしかないと思って。わかる、これさ、もう止まっちゃダメなんだよね、スーパーから帰ってきた足を。いや本当に、でもスーパーの中で怒りません？え、何が？スーパーの中で、いや夜ご飯ちゃんと今日は作りたいから、うん、これとこれとこれ買おうって言ってカゴに入れてるのに、うん、なぜか最後めんどくさいな、ちょっとそれ早くない？なんかすぐ食べれる一応買っとこうって言って買って家帰ったら、結果その一応買っとこうしか食べないみたいな。すごいわかる。いやこれはあの私も知りたい、私も知りたいけど、まあとりあえず止まったら終わりだよね。そうですね、でもそのままのテンション自分を騙し騙しスッキリしかない。もう止まっちゃいかん、うん、いや買っちゃダメ、もう絶対買っちゃダメ。お弁当じゃ、そうだね、一回食材を買った日はもう買わない。そうだね、うん、うん、あとじゃあなんかこうね、思い立った時に思い直すことそれは本当に食べたいんですかって、あの手作りを、お弁当を、いや違う違う、あの手作りを、手作り、ああ、うん、まあそれはありますね、うん、作ってまで食べたいものなのかって考え直せ、うんうんうん、一緒に頑張ろうな止まるなよ絶対にソファーなんて論外だそれではエンディングです。七海かりんと藤井彩香のハピラジー、というわけでエンディングです。はい、今日いかがでした？今日も笑いましたね、うん、そうだね、はい、笑ったね、いっぱい笑った、いっぱいお便りいただいて本当にありがとうございました。本当にもうあの皆さんがね、うん、お便りを送ってくれるから我々はこんなに笑えるんです、ね、そうです、ありがとうございます。楽しみになってます、はい、月に1回の千里はなしということで今回は、はい、いっぱい喋っちゃったからそうだねはい、あやん、はい、告知あるね。はい、あのちょうどあの先ほどもお話ししましたが、うん、昨日から舞台が始まっておりまして、うん、舞台降臨ソウルということで、うん、中目黒金ケロシアターにて、うん、12月3日まで上演しております。はい、橋場秀吉役ということでね、人生初の刀での、 あの盾もやっておりまして、頑張っていると思うのできっと、そうね、未来の私頑張ってるぜひぜひ遊びに来ていただけたら。すごい、秀吉役だけど女性がやるんだ。もうあのオール女性キャストなので、他に信長とかもいたりするんですけど、もう全員女性が演じて、へー面白いね、はい、見に行こうかな、マジで。あ、ぜひぜひぜひ、はい、見に行っても、お願いします。はい、このラジオでは皆様の投稿をどしどし受け付け中です。お便り投稿フォームからお願いします。お便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハッピーラジ公式 X の方からどうぞ治ってるすごい、治ってますね、治ってますね、はい、ハピラジ公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。というわけで終了です。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。 BGM はハサミマンさんの提供、そして番組の提供は RRJ でお送りさせていただきました。それではバイバーイ。